教師たちのいろいろな不適切な行動、やはりそこを認めていただくということが一番の大切さになってくると思います。今日会見を行ったのは、おととし3月に13歳で自ら命を絶った松波翔さんの母、千恵子さんです。大阪府泉南市の中学校に通っていた翔さんの自殺をめぐっては、先月第三者委員会が報告書をまとめ、同級生らからいじめがあったことを認定し、学校や市教委に不十分な対応があったと指摘しています。子ども同士のいじめが主流になっているわけでもないし、そういうふうに追いやった大人たち、教師とかその周りの大人ですよね。そこをやっぱりもう一度再認識してほしいと思います。千恵子さんは、市教委や学校は不適切な対応を認めた上で再発防止策に取り組んでほしいと訴えました。